もともと理科が好きだったんですよ。ピリピリした感じかなと思ったら意外と楽しさもあっていい雰囲気かなと思って。注射が塗り薬になれば、例えば毎日注射を打たないといけない糖尿病の方が楽になって、ワクチンが塗り薬になればお年寄りや、赤ちゃんもまあ楽に投与できると思います。で、私たちの研究室では現在注射でしか投与できないような薬を塗り薬として投与できるようにするための研究を行っています。私がそこで担当しているのが、薬が皮膚を浸透するメカニズムを放射光 X 線を使って調べる研究を担当しています。基本楽しいことをやることが好きで、何に対しても楽しさっていうのを大切にしてるかなと思ってます。で、例えば大学だったら勉強で、これを勉強して将来何が見えてくるのかっていう、その楽しみとかも楽しんでたり、であと部活とかサークルとかにも入って、人とのコミュニケーションとかの中で楽しさをもう求めるような感じも大事にしてますね、自分の中で。その状態聞いてね、原さん。待ってるよ、可愛い子いるよ。